メサ、芸術センターダウンタウンメサメサは、アメリカ合衆国アリゾナ州中央部、フェニックス東部郊外に位置する都市。この地域に住んでいる、ネイティブアメリカン、ピーマ族の言語では、もう見るという。人口は518,012人。全米35位の規模で、シンシナティ、セントルイス、ピッツバーグ、マイアミ、ミネアポリスなどいくつかの地方中枢都市よりも人口が多い。 成長著しい大都市フェニックスの郊外都市として人口増加が進んでおり、テキサス州アーリントンなどと並んでブーンバーブと呼ばれる20世紀後半以降の同国の人口動態を象徴する大型衛星都市の一つとして挙げられる。メサは1878年にモルモン京都によって創立され、現在でもモルモン京都が市の人口の約1割を占めている。 地名はこの周辺のメサと呼ばれる地形に由来しており、モルモン京都によって付けられた。一世紀頃、この地域には先住民のホホカム族が住み着くようになった。ホホカム族はピーマ族の祖先であると言われている。彼らはこの砂漠の地に運河を建設した。その後この一帯はネイティブアメリカンの実が住む地であったが、19世紀に入ると入植者がやってきた。 1865年、現在のメサ市中央部を南北に通っているバルビスタ通りのあたりにメアリービルという入植地が建設された。やがてメアリービルが廃れたが、1877年にはモルモン京都が現在のメサ市北西部に入れ日という入植地を建設した。翌1878年にはユタ州やアイダホ州から85人のモルモン京都、 一行がレヒにやってきた。彼らはレヒにはとどまらず、その南に移って、ホホカム族の運河を埋め、メサの町を創設した。しかし1970年代までは、メサはフェニックスの東にある小さな町に過ぎなかった。1980年の国勢調査時にはメサは全米100位以内にも入っていなかった。しかし1980年代以降、 フェニックスの成長に伴ってメサは、郊外都市として、急成長を遂げていくようになった。1990年の国勢調査では、人口288,091人を数え、全米53位であった。2000年の国勢調査では、人口396,375人。2005年の推計では、人口451,860人と、 メサの人口はハイペースで増加し続けている。メサは、北緯33度24分40秒整形111度44分47秒、北緯33.41111度整形111.74639度、33.41111-111.74639に位置している。市の標高は378メートルである。市は、 フェニックスの東高、約2 5トルのメサと呼ばれる大地の上に広がっている。そのため、フェニックスよりも標高が3 0ルほど高くなっている。メサには明確なダウンタウンはなく、市のほぼ全域が低層の建物からなる住宅地である。また、他都市に見られるような住み分けもメサではあまり見られず、低所得者層のトレーラーハウス群の近隣に、 高級住宅が建っていることも珍しくない。アメリカが州国統計局によると、メサ市は総面積324.2キロ平方メートルである。L このうち3 2 3 7ロ平方メートルが陸地で0.6キロ平方メートルが水域である。総面積の0.16%が水域となっている。以下は二千四年の推計をもとにした人口統計データである。 基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族メ差は以下のご市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。